とするか。よろしくか。いよいよ決戦という感じの、ちょっと空気がなんか漂ってんだが、まあ、とりあえず行ってみるか。まあ、行くだけ行ってみよう。まあ、それちょっと味をちょっと見つか、ちょっとどんな感じなのか、ちょっとその様子を見て、で、それでやっていくか。で、一応、なんか氷のとこつったよな。こっちの方か、あそこの方かな。ここかな。無の隅か。あ、あるね、こっか。おー、ついに来たぞ。これ誰か、あ、いるね。どうにかしてくれ。コンボ。助けてくんないのかな。これしかないんだ。あ、なんか前なんか聞いたかもしれないね。チラッと。あんまそんな、なんつうの。そんな気にしなかったけど。普通にヤバそうなんだが。まあ、行くだけ行ってみっか、じゃあ。広いのかな、このな、このダンジョンは。あれ、これなんか登れんの？あ、登れんだ。お宝とかあんのかな？何これ？何部屋？何ここ？なんか怪しいな。これなんかあんのか？おーむ。危険極まりねえぞ。誰だお前は。ディアブロ。おい、いきなりかましてんなこいつ。ああ、私たちはどういる。かましてんだよなこいつな。俺たちもここにいる。なんてこった。こいつ普通に強いからな。なんてことだ。上を向いて歩けってことか。こいつみたいに。もう危険極まりねえぞ。なんか戦術観音はあれだな。なんかもうちょっとなんかどうにか。もうちょいどうにかならんのか。よかった。ラピッドストリームがすごいのが役に立ってんだよな。だからどんどん下っていくか。また下っていってからだな。は？巨人がいいんだけど。もう巨人もいるぞ。もうとんでもない世の中になってきたな。この世の中とんでもないぞ。まさか巨人も出てくるとなんて。これこうやっていくのか。あ、そういうことね。なんかあった時はダッシュみたいな。うわー、なんかもういるんだが。もうドラゴンもいるしみたいな。ドラゴニックオーラってやつを放ってんだよね、こいつなんか。さあ、逃げ。もういいだろ、もう。もう逃げていいでしょ、もう。はぁ、よし、オッケー。でも、その思ったより敵がいないな。まあ、その方が助かるんだけど。思ったよりとてつもなんつうの、もうとんでもなく敵がいたらもうは、たまったもんじゃないからな。よっ！なにこれ？やっちまったんじゃねえか？あ？来た！来たかこれ、ついに。ついに来たか。ついに来たのか。なんか、それらしきところに来てるような感じもしてなくもないぞ。てるてん。あー、これはいよいよって感じか。てるてるん。もう危険だな。もう俺たちはもう随分危険なところに来てしまった。てラスダン来てんのかね。なんかワンのダンジョンもこんな感じな気がするな。私の記憶によれば。もうやめろ。もうなんかなんもないぞ。お、もう絶対これやばいじゃん。もうアリもいるしな、こいつもいるしな、もういろんな奴がいるぞ。お、今日結構やばいとこ来たんじゃねえか。これ来てるよね。だってもう空気感が違うもんな。もう空気感が全然違うぞ。もう犬もいるな。木工性のもいるぞ。上がった。おー。絶対これやばいでしょ。絶対やばいでしょ。
見た目がやばいんだよ。てれんてれんてんてれん。もうでもやるしかないんだよね。やるしかねえんだ俺たちはもう。我々もここにいる。ててててて。全然あれだったな。こいつじゃないか。たまになんかゼリー系なんかとんでもなく強いやついいんだよな。とんでもなく強いやつがいるんだが。まあ敵もなんかそんなあれだな。まあ一緒か。見づらいんだけど、この画面が。やたらと。おお、盛り上げてくるね。盛り上げてくるじゃないの、この地面が盛り上がったりとか、そういう、なんつうの、そういう類のことをやってくるって。これなんか、行き止まりっぽくねえかなんか。行き止まりだよな。ダメだ。こっちじゃないのか。後ろの方か。どっかあったよな。こっちの方かな。ああ、これで開いたのかもな、もしかしたら。ああ。ていよ、やめろ、ついてくんな。いいな、俺も空をなんか飛べるようにしてほしいんだけどな。どのように生かして。こんな物々しいなんつうの空気感も絶対もうあれだよ。不安でしょうがないんだけど。もう全てが不安で、もう私は。なんかもう、なんか何も準備してないから、本当にこれでいいんだろうかっていうのがあれだな。で通れんのこれ。あ、通れるね。不安要素があれだよな。そのまあ LP だよな。LP どうなってんの今。あ、まあなんか悪くはないが、悪くはないが、ちょっと怖いね。薬みたいなのあったんだよな。その薬みたいなあれが、なんかちょっとあの、買いまくって、なんかちょっとめんどくさいけど、なんかさ、なんか人魚の祠みたいな、なんかあったよな、そこな。あそこで買いまくって、なんか LP 増やしまくって。多分それやればなんかまあ。なんだここは。来たか？こっちじゃないっぽいな。なんか来たんじゃねえかこれ。なんかいるのか。もう絶対こんのがいいんだろ。怖いんだが。誰もいないってのは逆に怖いんだよね。おお、危険な香りがする。この先引っ返せないぞ。ちょっと待って。引き返せないってこと？まあ、とりあえず行くか。なんでここでなんかあるんだ。おー、なんか盛り上げてくるね、このね。もう絶対なんかいいんじゃん、これ。お前か。戦うの、これ。ついに来ましたね、皇帝陛下。まさかの？これ戦うんだ。あの時のあれか、蹴りをつけんのか。我が妹ロック武器の仇は取らせてもらいますよ。ついに来たな。うわぁ、強そうだね、しか。しか。おい、大丈夫か、これ。剣とか使ってくんのかな？その場でやっとくか。割とこれは有効なのかもしれない。ソードバリア、ちょっとまあ一人ぐらい流らせるか。ちょっとどんな感じなのか、ちょっと様子見ないかな。あー、怖いね。なかなか怖いじゃないか。まあ一応まあソードバリア貼っとくか。じゃ殴り系と、なんていうのかな、あー、これが殴り系か。この混合、多分今後の殴り気が気がするんだよな。で、光がなんかまあ属性みたいな。まあ多分だから。まあ明らかに剣持ってからなんかあれだな。まだそれちょっと判断してみるか。でも強そうだもんな。圧倒的なこのなんつうの、この存在感が半端ないんだけど。二段切ろ。おナイスじゃん。そういう技も使ってくるのか。うわ、強いな。しかもこの2回食らったらおしまいだぞ、だって。あ、でもこれ、なんかソードバリアなんか正解っぽい気がするな。めちゃめちゃ食らうんだけど。しかも2回攻撃か。これ強いな、しかしな。リバイバーとか使ってみる。あ、リバイバーってなんか、あ、かけられんだ、こうやって。
まあ自分にかけてみるか。一回ちょっとここあれか、体勢整えるか。何してくるかわからんからな。今ソードバリアかかってないのあれか。格闘か。よし行くぞ。さあガンガン行ってくれ。なぎ払い。おいいね。おそれ前に倒すとそれきついな。いやきついぞそれは。なんかその光の壁か。光の壁いけんじゃん。でリバイバーをちょっとかけてみよう。あーきついな。峰打ち音速。おナイス。これがあれか。ちょっと後手に回ってる感じがするな。おお、しかも敵に返している。それは素晴らしい。じゃあエリクサオッケーで、なんかリバイブかけたから、まあ多分これで大丈夫だ。じゃあとりあえずまずぶっ飛ばすか。まずぶっ飛ばしに行く。で外場でかけるべ。外場でかける。光の壁は自分だけか。こうか。あーナイスだね。あめっちゃいいじゃん。よしこれはかなりでかいぞ。いやーこれソードバリアなかったらあれだったな。かなり危険だったかもしれないね。よしこれだ。でぶっ飛ばすと。でぶっ飛ばしに行き、どうしようかな。逆になんかちょっと援護に回るか。で、まあ、リバイバーとか適当にちょっとかけておいて。やっぱ最後の方にいるってだけあってのはなかなかあれだな。危ないね。おおこれめっちゃいいじゃん。もうとんでもなく強いなこの技な。リバイバー。ててててー。いい戦いをしてるじゃないか。エレクサが本当やばい。全然やばい、やばいかもしれない。ちょっと集中最近してねえな。ちょっと待って。これ結構まずいんじゃねえか。こんな状態で倒せんのか。こんな状態で私はこいつら倒すことができるのか。非常にまずいんじゃねえか。そうね。まあ、でもこいつはとりあえず倒すそうだな。でも3円はあれでしょ。だってその7円はあれだよな、ね、全員襲いかかってくるのかな。全員いっぺんに襲いかかってくるのか。あのスカルミリオネみたいな、なんかゴルベーザ四天王的なのがそういう感じでなんか来るのかな。どういったあれなのかな。恐ろしいね。とてつもなく恐ろしいんだ。峰打ち、お、これはいいね。圧倒的なこのあれ。てててて。あーじゃあエレクサかけとくか。でこれでまあイザナでぶっ飛ばして。てれててれてれて。ノエルかっこいいな。しかしな、いやしかしほんとなんか結構でも強いねやっぱね。なんだっけ、スービアだっけ。なんかスービアとかそんなあれだったけど、なんかワグナスと、ワグナス、おなんだ、お何が起きた、何が起きた、何が起きた、これ全員集合かもしかして。やばい、なんか来んじゃねえのこれ。何が、何来んのこれ。う強いスマホガナス、力守れそうにない。あの地の誓いってやつか。準備いいか、よくねえよ。では準備しよう。よくね、帰るよ。そんなん帰るに決まってんだろ。帰ってなんか、なんかあれだろ。え？お前さ、お前だけは。おお！お前か。なんてこったこれ！帰れねえんじゃんだよ。帰れねえ、帰れねえんだけど。
帰れねえぞ。俺この前行けってこと？